皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそグローバルボーイズグループの JO1 の白いわるきが20日放送のグループでパーソナリティを務めるラジオ番組「上腕のオールナイトニッポン X クロス日本放送」毎週水曜深夜0時に出演現在も抱えている悩みを明かした白いわるきが20日放送のグループでパーソナリティを務めるラジオ番組 上腕の『オールナイトニッポン X』クロス日本放送毎週水曜深夜0時に出演現在も抱えている悩みを明かした写真『上腕白いわるき』河野純喜と至近距離で恋愛シーン再現『上腕白いわるき』デビュー当時から今も続く悩みをとろこの日放送100回目を迎えた同番組メンバー10人に向けての言葉を求められた白岩は 僕は年上の方なんですけど年下組の悩みとかを聞いてあげられてるかなそして与那城翔くん川尻蓮くんの手助けできてるかなってデビュー当時から今もずっと悩んでますととろした「上腕しろいわるき年下メンバーとの関わりで成長を実感支えになれてるんだな」ってそしてデビュー当時とかは与那城と川尻上ョ2人いるのでサポートできたらなって思うし それ以外は下じゃないですか。僕、今まで人の面倒を見たりとかあんまりなかったんですけど、上腕になって始めたんですよ、と自身の置かれたポジションについて話し、最近になったら、木又、翔也とか、金城、青海とか頼ってきてくれたりとか、るき君はこういう時どう思いますかとか、と年下のメンバーとの関わりを告白した。さらに木又とは、 この前は雨の中二人であいあい傘しながら帰ったそうで木まも傘が一個しかなくて歩いて帰るかってなったんですよるきくんがずっと傘持っててくれてて俺が肩を組んで二人で濡れないように帰ったんですよ青春ですねとその時のことを振り返った白岩いはその時にいろいろ話したりとかして年下の子たちもすごく頼ってきてくれたりとかした時に 自分が役に立ててるというか支えになれてるんだなっていうのを実感することが最近めっちゃ増えた自分の中で成長したなって私生活でも変わった図かなって思うと年下組との関わりの中で自身の成長を実感したと語ったグローバルボーイズグループの JO1 の白い悪気が20日放送のグループでパーソナリティを務めるラジオ番組「j アンのオールナイトニッポン X」 クロス日本放送毎週水曜深夜0時に出演番組100回目の放送を迎えたことを感謝しファンへの感謝を伝えた写真上腕白いわるき河野純喜と至近距離で恋愛シーン再現上腕白いわるきオールナイトニッポン X 放送100回に感謝この日放送100回目を迎え 再来週の放送で放送開始から丸2年が経過する同番組メインパーソナリティを務める白岩は100回目もありますけど再来週で番組が丸2年を迎えるということですね最近4周年だったので半分が「オールナイトニッポン X」と共に歩んできたということですねこんなに長くできるのも全て皆さん 盛り上げてくれるリスナーあってのことなのでメンバー一同11人から改めて感謝させてください。ありがとうございますと感謝を伝え最初に比べたらめちゃめちゃ喋れるようになったと2年間の成長を実感していることを明かした。上腕白い歩きファンへの思いを明かす「ずっと一緒に」そして放送100回記念に聴きたい曲を番組に出演していた白井は木又翔也。 大平正成が放送100回記念に聴きたい曲をそれぞれ選びリスナーがその中で一番聴きたい曲に投票する企画では白岩は嵐の「ワンラブを選曲白岩が歌詞に「100年」っていう100が入ってると話すと木又は「100年先もラジオしてるよって言いたいですね」と口にそれを受けて白岩は「上 o と「ジャム上 o のファンネーム が100年先もも続いいいいたらいいなっててう意味も込めてと選挙区理由を説明した白岩の思いを受けてか「ワンラブが1位に選ばれると白岩は「上 o のオールナイト日本 X」100回聞いてくださり本当にありがとうございます。僕は上 o とジャムは100年先も続いてると思います。皆さんが聞いてると思うとちょっと疲れた日でも元気になるんです。 僕は皆さんから元気をたくさんもらってます。これから先もずっと一緒にいてくださいとファンへの思いを語った。どこだと思いますか次は CU でした。